村の村の天丼の落書きを消す。で、3のみに出てくるやつは OK で。で、蜂の巣を2つ。よし。あれ、卵復活してるわ。おう、はいはい、バナーナが欲しいよね。さあ持っていくぞ。吊り橋近くの、よっしゃい。NEXT! 大木の裏の、大木の裏の蜂の巣を、蜂の巣ってこうか。また蜂の巣ができてる。
前じゃ。オッケー。次は、青い蝶を食べる。青い蝶よしで全て食べる。複数いるの。これを全て食えと。オッケー。よし。村の上で手に入るコインはもうこれであれかしら。やっては。でかい木はな、気が遠くなるほど。いいね、いいね。なんでこういう時に限って横中ってのが、なんか横中って出にくいのよね。ちょっと今気づいたが48分になってるのでね、とりあえず80分ぐらい取って前編後編で分けましょう。大丈夫かな。おい、やった。なかなかコインって見つからないね。ほい。おい。よいしょ。おい。
とりあえず木箱をこばします。こんだけ箱があって一個もないのかよ。これってどこ？ほいほい、よいしょ、ん、ほいほいほい、そうか、ここに出んのか。ここの2つは外れか。ほい、全部つながってるみたいやな。ここじゃねえな。ほい。ほい。確か来たところはここやから。ここでもない。とりあえず100枚コインを狙う際は、100枚コイン狙う時は門手の村、ほいほい、
大昔野獣から身を守るため大きな興味につけられた持ってたことを古かった以前は村の人に手だけ手だけが盛んに取られているから今は誰も行かなくなっていると。ほいほい、今で20枚取っとんのか。20枚取ってて、あと取ってないところは村の裏の天井の落書き。村の裏の天井の落書きがどこだ。村の裏の天丼の落書きがどこや。よし、とりあえず青コイン取ってからまたコイン集めだぞ。どういくんだ。どうやって網の上に上がるって。網を叩き動き出す瞬間にジャンプすれば網の上に上がれる。網を叩いて動き出す瞬間にジャンプ。なるほど、こういうことね。で、村の裏の落書きはどこへ。こっちかしら。この辺村の裏の落書きってどこ。
なー村の裏の落書きはいずこへ、網の上には登れたけど落書きの場所が分かんない。どこだい？どこだい？村の中が来てどこ？どこでっかい？聞いてどこ？ちょっとマップ上はどこになってる？ん？すぐ近く？結構すぐ近くになってるけど、すぐ近くなかったもんな。もう一回探そう。なんかマップ上ではこの辺なんだけど、マップ上はこの辺なんだけどね、見当たらないのよね。マップ上はこの辺なんだけど見当たらないんだよね。そりゃないよ。見えないところに置いたらあかんて。んな見えないところに置いちゃいかんて。それはあかんわ。ここにキノコあるけど、あんまり欲をかいて命捨ててはいけん。過ぎたら欲は身を滅ぼすってね。
ちょっと。まずはシュータマ世界のコインを集めましょうと、ふい。この上には何もないのか。下からの視点に変える。あ、これでこっちに戻るわけね。はいはい。よいしょ。はいはい。あ、ごめんねごめんね。さてこれで青コインはだいたい取ったわけやけども。100枚コインの方は、よしよ、持ってこねばいかん。
うーのローストレス。まったくこのペンダラみたいな攻撃をしようって。よいしょ。おいおい、ラスト。なんでこう感じな時に横宙返りが出ないかね。よいしょ、ほいほい、オッケーオッケー、3本コンプリート。ほい、よいしょ。ほいのほい、ほいのほい。ほいのほい、ほいのほい、ほいのほい。だってあと26枚を8で手に入る、8で手に入れなきゃいけんのが。ちょっと待って、あっちのヨッシーは何を所望していたかな。緑のやつだ。お前だ。試合判定あんのかい。橋の上でね。オッケー。地味だけどこういうところで稼がにゃんね。
100枚コインはいけそうやけどね。よし、そこに出んのだ。テゾーの手の上に出んのね。ストランのペリッチャー、オゲー。はい、ということでね、およそ1時間20分撮っちゃったのでね、このパートを前編後編で分けます。はい、ということで今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バレリオ次回へ続きます。